どうも皆さん、こんにちは。大輔です。私、今現在、37歳、独身。未だに一人身でございます。はい。今住んでるこのアパートもワンルーム。まあ僕の仕事は、まあ編集者兼 YouTube なんですけど、まあ毎日僕編集してるんですよ。この部屋で。ぶっちゃけ気持ち上がんないっすわ。ガジェット関係も、全然、物も揃ってない。こんなんじゃダメだ。編集者として終わってますわ。ってことで今回は全部フルカスタムしていこうと思います。まあその全貌を皆さんにお伝え。ってことで生まれ変わりました。私大輔、職業は編集者兼 YouTuber。 こんな僕がこのワンルームの部屋をフルカスタムしました。その全貌を皆さんにお見せしたいと思います。これまでは地べたに座ってノートパソコン一つで編集してたんですよね。そんな腐った環境を全て一新し生まれ変わりました。まず僕が第一に紹介したいのがこのライト、このデスク、この薄い木目調のデスクを照らしてくれるこのライティング。こちらですね。メーカーはわかりません。4000なんちゃらいなんですよ。安いですよね。評価も高いです。この価格に映ってますかね。この後ろの方にもライトがついてて、この壁を照らしてくれるんですよね。そのことによって、この空間がおしゃれな空間に一気に早変わりしてくれるんです。このライト、皆さんにおすすめです。こちらのデスクの主役でもある、このモニターですね。このモニターは、デルさんですね。デルの27インチ。確かね、3万何千円で購入できたんですよ。これ嬉しいですよね。今まではこのノートパソコン一つで編集してたんですけど、今ですね、デュアルモニターでしたっけ？デュアルモニター。デュアルモニターですよね。この2つを使って、編集するモードに僕は切り替えたわけですよ。そのことによって、画面を2つも使えるんですよね。贅沢ですよね。今まではこのノートパソコンのモニター1つで編集してたんですよ。ところがどっこい、このデルのモニターを買ったことによってこちらで編集する。こちらからは材料をこう取り出してこっちにこう。そしてですね、僕が紹介したいのがこのデスク、エレクシースポット、フレクシースポット。まあ中国産なんですけど、これしっかりしてますよ。中国産だからといって侮ってはいけません。このデスク、なんとですね、昇降式デスクなんですよ。はい。見てください。ワンタッチで、この通り、デスクが動くんですよ。これはマジックではないですよ。こんなの。はい。こちらも。例えば気分転換で、ちょっと立って、ちょっとワークしたいなった時は、こう立ち上がってですね、こうワークできるわけですよ。ごめんなさいね、皆さん。画角から外れてますよね。こんな感じですね。できるわけですよね。はい。そしてちょっと疲れちゃったな、休憩したいなって時は、ここをタッチするだけで、ほら、早変わり。デスクが元の位置に戻ってくれるんですよね。こちら、まあまあ値段したんですよね。ただ、割引の時に Amazon で購入させていただきました。名前忘れました。なんか英語でなんか、なんちゃらなんちゃらってやつです。で、天板は一応この、エレクシースポット。エレクシースポットのメーカーのこの天板使わせていただきます。全然これだったらね、疲れないんですよね。疲れた。ちょっとこの位置疲れたなと思ったらすぐにこのワンタッチでね、こう上がってくれて、うん、ちょっとこう、肩も楽にしてね、リラックスして編集することもできる。そしてさっきもお見せしましたけど、まあ立ってね、スタンディング、ワーキングポイントまで持ってきてくれるっていうね。この素晴らしい、奇才なデスク。これは皆さんにおすすめですね。迷わず購入ボタンを押してください。モニターを支える。はい、こちらですね。モニターアーク。モニターアームですね。はい。こう動くんですよね。自由自在に。自由変幻ですか？自由旋眼？はい。自由奔放に動くんですよ。こいつは本当に傲慢なやつだ。動き回るんですよね。もし僕がこのね、背もたれに持たれて、はぁ、
このね、リラックスポインターで編集したいときは、こちらのモニターをこう動かして、手前まで持ってきて、この状態でこう編集できるんですよね。疲れた。もし集中モードになりたかったら、またこのモニターをこう下げて、はい。この状態でこう編集できると。素晴らしいですよね。このアーム買ってよかった、本当に。こちらですね、メルカリで中古で買いました。アマゾンで買うのもいいんですよ、新品を。本来だったら1万何千円。こちらおすすめです。そして、私の全体を支えてくれると言っても過言ではない、この椅子、このチェア、見てください。すごいですよね。ワークチェアって言うんですか?このワークチェア、ちゃんと、この頭の部分まであるんですよね。そして、こちら、ね、肘掛け、肘置き。肘置きもちゃんとこうね、編集してる時にこちらのね、デスクをこう下げて、位置を決めて、そして、こちらでも位置を調整して、こう編集できると。そして疲れた。ちょっと休憩したいな。そんな時皆さんありますよね。はい。あります。そんな時は、こちらを、手前に引いてあげて、リクライニングすることもできるんですよ。こんなチェア、どこにあります?ここにしかありません。メーカーは忘れました。Amazon で、この形を探してください。あります。確か2万いくらです。プロの編集者って、皆さん、すごく高い椅子使ってますよね。なんちゃら、なんかヒューマンオットマンみたいな、なんかすごい名前だけのかっこいいチェア使ってますよね。そんなの買わなくて十分ですよ。こちら2万ポッキリで、こんなにも僕のね、重たい体を支えて、編集のサポーティングをしてくれるんですよ。素晴らしいですよね。はい。こんな高いなんかそのヒューマンオットマンみたいな、高い椅子は買わなくてもよろしい。はい。そしてこちらね、映ってるかな?はい。こちらね、足置きがついてるんですよ。足置き、英語で言うと何でしたっけ?なんちゃら、そう、オットマンですね。さっきのそのヒューマンオットマンっていうのはまあ、例えで言っただけで名前を。はい。この足置きね、休憩時間にこうね、リラックスすることもできるんですよ。リラックスモードもできて、さあ、編集しようとなった時にこちらをしまって、このまま編集に移ることができると。おっと、背もたれがこのままじゃないか。皆さん思いましたよね。ワンタッチの背をグッとやった状態でこう戻ってくれるんですよね。そしてやっと編集モードに移れると。素晴らしいですよね。そして皆さん、編集者ってどんな、ファイルじゃないプロジェクト?どんな、じゃないソフトを使ってるのかなって皆さん、お考えですよね。まあ、こちらね。僕も5年ぐらいもう、Adobe Premiere Pro です。ABP を使ってるんですけど、ABP 最高ですね。はい。自由自在に動画を仕上げることができます。はい。Final Cut Pro を使ってる YouTuber の方とか、編集者の方、たくさんいると思うんですけど、僕はどちらかと言ったら ABP をお勧めします。まあ、こんな感じですかね。僕の、まあ、デスクルームツアーですか?はい。素晴らしいですよね。ぜひ僕のこのガジェット関係のものを、真似してみてください。この動画がもしよかったらグッドマーク、もしダメだったらバッドマーク、そして、YouTube チャンネル、僕のね YouTube チャンネル登録してください、公開はさせないということで、チャオ。